シーチャオ。どうも、ベトナム戦略戦 WAC シンスケです。カズです。イエス。ベトナム在住者がおすすめするお土産ベスト3。イエーイ。はい、これはみんな気になってるところでしょ。そうね、在住7年住んでいるやつがおすすめするやつは、いやもうだから年にさ、言っても、まあコロナ前とかは3回、4回帰って、まあお仕事させてもらうわけじゃん。 その都度やっぱお土産買っていくでしょ。買っていく、厳選されてるよ。言ったらもう何回も帰ってるわけだけど。そうそう、だって俺らはもうリサーチも済んどるで、最初は分からずに買っていってさ、いやこれなんやねんみたいなリアクションを受けてるし、受ける受ける、厳選された、はい、それぞれのベスト3を発表したいと思います。はい、井出和弘的、はい、第3位、もう言って言っちゃうんでーす。塩ね。そう。塩。レモン入り塩コショウ。そうね。これはもうこれ入れたら全料理うまくなる。いかんもの入っとるんじゃないかというぐらい食欲増幅する、ね。いやいや、これはね、いいよ。とはいえ、これなんで3位かって、やっぱね、ちょっと選ぶ。あ、そう、渡す人、お料理しない人はさ、これちょっともらっても使い道ちょっとないなみたいななるでしょ。そっかそっか、家で料理する人用か。第3位でいながら、俺これマジで実家の親にしかあげたことないけど、でもマジでめっちゃうまい。海鮮でも肉でもいけるけどね、この、うん、だからほらベトナムでさ、海鮮料理屋さん行ったら大体この塩、そう、まあ、自分でレモンね入れるやつだけど、塩コショウにレモン絞るっていうスタイルでエビとかさ、なんか食うじゃん、海鮮系。それがまあお家で使えるという最強、最強。しんすけがおすすめする、はい、第3位は、はい、じゃじゃーん、ベトナムピンマッチでーす。見えてるかな、早稲田の帽子。この帽子はいいのよ。帽子は俺がね、ちょっとこれ俺用でも買ったんだけど、うん、友達にも買って、うん、で僕用を今持ってきてるんですけど、うん、ピンバッジ、これねベトナムのフォーだったり、うん、バイク、あ、バイクとか、うん、バインミーとか、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいのよこれ。ベトナムの国旗とかね、これめちゃめちゃおしゃれじゃない。早稲田のロゴとか。いや早稲田のロゴはええわ。斎藤佑君じゃないよ。ハンカチ王子に渡すやつじゃないよこの帽子は。いやハンカチ王子も持ってるよ早稲田の帽子持ってるよ。めっちゃ可愛いし、うん、これ T シャツとかにもねちょっと遊びでつけれるしさ。まあね、なんかええやん。これはベトナムっぽさがあるのがねまたいいのよね。だけどベトナム好きとか、うん、ベトナムの人のね友達とかがおるとかだったらさ、うん、もうこれつけていったらすごい喜ばれるんじゃない。ベトナムでサイゴンキッチュっていうね、まああのガイドブックとかには載ってるような有名なお土産屋さんなんですけど、あそこでこれね5万ドンするよ。250円だ。まあまあする。こっちも安い。やってもねめっちゃ可愛いし、なんだろうね、 T シャツとかさ帽子とかって結構人選ぶじゃん、うん、そのサイズとかさ、なんか好みとかめっちゃ出るって。出る。そうだからこれは出らんと思うよね。そんなに選ばんというかそこまで人。もっとあるん種類。もっとある、もっとある。俺は買える。どんぐらい、その何種類ぐらい、ざっとでいい。10種類ぐらいあったと思う。あの色違いがあるよね。このバイクとかも2種類あったし、色違いがね。でこのフォーとかも色違いもあったし、シクロとかもあったし。へえ。そうだけどもうめちゃくちゃいいんで、ぜひ。いやちょっとシクロか、買ってみてください。へえ。あのね高島屋のすぐ近くに、ね、そうあのお土産物屋さんで、そう、うん、だからもう観光客の方も行きやすい場所です、はい。第2位は、はい、こちらです。はい、ぴゃーん、 T シャツね。だから俺が今さっきさんで否定したからね。そう T シャツはマジマジでなんか嫌なこと言うなと思ってでも T シャツってむずいやん。いやむずいよ。ちゃんとさサイズとか着かんといかんし。そうむずいよ。バラ巻きとしてはね結構むずいよね、うん、でやっぱほらまあ言ったらこういうねベタじゃん、はい、こういうのはベタじゃん。そうとかね、とかあのなんかスタバっぽいベトナムコーヒーって書いてあるやつとか、これはもうホーキングのお店でしょ。そうねまあそのはい、まあ、決してハンバーガーのお店ではありませんそうね、まあこういうのとかあるじゃん、ちょっとパロディ T シャツというかさ、まあこれとかもプレゼンするのはいいと思うよ、うん、でもこれってあんま普段で着れないじゃない。あ、まあ、言って、ね、日本でこれ着てて、まあ、かなんか結局パジャマ行きみたいな。はい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 。でまああとこれね、これはまあいいかもね。これめっちゃいいよ。
これめっちゃいい。これユニクロの、うん、まあベトナム限定 T シャツ、ね、そうそう、こんなんだってこっちコント買えんわけだから。そうでもね、まあ、これまあまあ、まあ、値段50万どうなんでしょう。50万どんぐらいする。2500円、うん、まあ今はちょっと高いけど、うん、2500円ぐらいでしょ。そんな気軽にね手出しができる。これ、うん、コンカフェっていうカフェの制服なんや。はいはいはい、そこのね、うん、これね25万ドンぐらいの半額なんだよこれの。なるほどね、うん、でなんかほらこれとかもさ、まあベトナムかなじゃん。これもいいよ、まあね、でもこれもいいよ、パッと見ね。でこう後ろにね、うん、これほら、あコンカフェって書いてある。でしょ、コンカフェって書いてる。でこれはさ結構誰でも着れるような感じじゃん、うんうん、その柄もさ派手じゃないし、ね、こういうデザイン性高くはないけんね。そう、うん、いろんな T シャツの中でもこれ、へコンカフェの、まあ、カフェの制服 T シャツ。これねまあ本当は T シャツだけじゃなくて、うん、こうあのバッグとかさ、なんかいろいろグッズが売ってある、手帳のなんかカバーとか、うんうん、でもそれも含め、まあ、ここのカフェにも行ってほしいっていう気持ちを込めてなるほどね。でコンカフェめちゃめちゃホーチミン市内にもいっぱいあるし、そうダナンにもあるしハノイにもあるしね。そうそう、どこでも買えます、うん、まあほらでコーヒー飲んでこれを買うっていう、うん、またこの2個体験できる、いいですよ、うん、まあ、自分にも買えるし人にあげても別にそんなに人選ばない。選ばないかな人選ばん。これ結構別に誰が着ててもさ、コメント欄の方でね、いや誰が着ててもさ別になんかしっくりはくるやん、うん、まあまあ色とかも結構落ち着いた色だね。そうまあまあでもささすがにさ、まあ、これはね確かに、うん、これをさ50歳の人が着とったら、ね、ちょっと、うん、あだいぶ若いなみたいな、ちょっとあるじゃん、まあ、まあね5歳から着れる、いい、うちの娘から着れる、うん、そう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 。しんすけの第2話じゃじゃーん、これでしょ。出たココナッツクッキー、出たもうこれね、俺1位にしてもいいとも思ったけど、じゃあ1位にしよう。いや、2位ちょっとごめんなさい、1位がまだちゃんと残ってる。ココナッツクッキーね、これね、俺マジでお菓子の中では一番うまい。これね、これはね、マジでレモン美味しいわ。うん、美味しいし、食感パリパリでね、甘さもすごい控えめなんですよ。うん、わかる。なんかね、すごい誰でも食べやすい感じにしちゃう、うん、大人から子供まで。いやでもさ、うん、これ一回さ、うん、あのルミネのなんかちょっと僕らなんか前説かなんかデパートやらせてもらった時に、お土産ですって置いてたじゃん。うん、そう、誰も食ってなかった。誰も食ってなかった。いやでも見たことないけんよ、やっぱココナッツクッキーって日本じゃまあ見らんけんね。うん、で、まあね、ココナッツの味もするけど、ちょっと風味という か、うん、だからクッキーの美味しさっていう感じですね。このパリッとした、うん、ちょっと固めのクッキーで、これ一袋70円。死ぬほど安くない？これに10個入ってるけんね。70円。マジで安い。これ30個持って帰るけんね、今回。こいつすごい配るやん。30個って30袋だけ。そうそうそう、分けたら300人に分けられるぞ。なんだったらこのばらまきが一番楽なんよね、これが。まあね、うまいし、その否定もされんけん、うん、絶対に。そうね、そう、うん、だからこれはね本当に助かってます、ありがとうございます。いやこれ、このつくきやる、これさ結構前からこれ買うよね。なんかこれ買う、一緒に買えるときが基本多いじゃん、うん、そうね。俺これ買えんけん、お前が買うけんいつも。あお前のせいでなんか俺のばらまきがなんか全然なんかその難しくなるのよやっぱ起きやすいですからね。そうで同じ行動するやん日本では。そうそうそう、なんかでお前だけプレゼントめっちゃするみたいなお土産めっちゃやるみたいな、ココナッツクッキー。まあでも誰もね、はい、食べるから。いや食べたら美味しいよね。うん、そうね、はい。ぜひ買ってみてください。はい、お土産第1位。まあこれです。まあ王道やな。あこのまあ一応これ分離湯なんだけど、うん、分離クワだけど、うん、まあ袋麺。もう何でもいいもんねこれは。もうこれね何でもいい。この作るの大変や。なんだよ。それで一つ話できる。これを渡すことによってお土産で、これどうやって作るみたいな、で、あこれマジで簡単で、あのチキンラーメンとかと一緒で、うん、お湯入れるだけで、うん、あの蓋してマッチャーもうできますよみたいな、そこの会話も1個俺は取り入れてるがゆえの1位ね。これって
すぐには食べれないじゃん、うん、だけどみんな家帰って、そうね、家帰ってよね、大体で、ある日突然食べるのね、うん、だけどその時に連絡いただける、うん、あれ食べたよ、美味しかったよとか、うん、あれ食べたけど、あれにはなんか自分でトッピングするなら何がいいのとか、このコミュニケーションのツールとしても使える、3回会話のチャンスがある、イエス、ベトナムっぽさを感じるっていう ね、この袋麺分流区は、まあ、4を僕は1位にします。はい、しんすけの第1位です。はい、でーん、袋のコーヒー、まあ、まあ、これはねやっぱベトナムコーヒーでしょ。まあね、ただね、ベトナムコーヒーってさ、うん、実際こっち来て飲んでみると、うん、苦味が強くてさ、うん、まあ、苦手みたいな方も多いんですよ、はいはいはい、うん、でベトナムコーヒーの、その使われてるのってほとんどロブスター種みたいで、ロブスターってその缶コーヒーとか塗料として使われたりとか、塗料、そうとかで、塗料って塗料、そうすごいね、そういうので使われてる、まあ、缶コーヒー、インスタントコーヒー、塗料みたいな書き方されてたんだけど、だそういうので使われてる、だそれぐらい強いみたいな、苦味とかその黒さとか、うん、でもこれアラビカなんよ、実はフックの、アラビカ種は日本人がよく飲むような、あの豆で、でそっちの方がね飲みやすいし、結構ねそのコクもあって、うん、苦味は弱いの。さす語るね、だドトールコーヒーで10年買いしたんで語るね、コーヒーやめるとクビになってますが、いやクビなんかよ、最終的に10年バイトして最後クビなんだ。僕はだから飲み比べての選んでのこの袋のコーヒーで、でいろいろ種類もあるよ、モカとかキングとかなんかいろいろ、ほんと6、7種類ぐらいあるんだけど、うん、まあその中でも僕が好きだったのはこのモカっていうやつで、結構あのバランスがいい感じかな、酸味とかもそんなに強くなく、コクがあって苦が弱い、バランサー、なんだバランス、バランサーですね。もう本当におすすめできるし、家で日本に戻ってね渡して家で入れてもらってもいい。いやでも、うん、これ、え、待って、これ引いてないか、まだ引けよ。いや、引いて持って帰ったらちょっとあれやん、あ、開封することになるけんさ、空気が入って酸化するやん、すごい匂いちょ、うん、いや、匂いもすごいのよ、いや、これ風味もめっちゃいいのか悪いのかわからない、俺が今匂えたことが、通気口みたいなのがあるけんね、そっから、あの匂いが出てくる、これはあるはず。いやでもあると思うよ、だって匂うもん。そうそう、ドトールもちゃんと開いてるよ、こので出る口だけはあの匂えるようになってる、こうやって匂いで確かめれるようになってるよ。だからこれ、8万ドンぐらいかな、200g で8万ドン、安っ、いいっしょ、400円ってこと。そう、ベトナムに住んどったらね、ネットでも買えるけど、まあ店舗もね、フックロンは結構たくさんあるので。いや、これはさ、一応さ、でもあれも欲しいよね、ドリップするさ、ベトナムドリルとこういうやつね、こういう、こういうね、そうね、これ中に、うんうん、これね、うん、あのこの粉入れて、うんうん、ね、これでピッてやってドリップみたいな、な袋もこういうの売ってありますからね、はい、だから追加で付け足しも全然いいと思います。はい、というわけでこのベスト3どれが良かったか皆さんコメント欄の方に書いてみてください。はい、参考にしてください、はい、そしてベトナム来た時はぜひ買ってみてください。それではまた次回お会いしましょう、さよなら、バイバイ。